よし、やっていきましょう。デスゲーム実況プレイということで、はい、かなりデータを遡って、これはあれですね、吹き矢と鍵だっけ、なんだっけかなんかを入手して、弥生が襲われてるところに遭遇したところからですね。で、ここからやり直す理由としては、まあいろいろとあるんですけども、まあまあとりあえず助けに行こう、はい。で、ここで、吹き矢。OK。で、白い鍵。で、この状態で、ん？そうそう、これ。よく見ると、マントの裏側に数字が書かれている32659953。これがね、なんとね、後の、脱出のための、まあ、キーになってくると。ここに来て俺はまさかの本当の8桁の番号を入力するということに陥ります。はい、ちょっとこれね、メモらしく、もう今までは本当にもうフェイクばっかだったんですけど、ここに来て本物の8桁入力が来ると32659953 OK。 これを入力することによって手に入るアイテムで、例の、屋根裏の部屋に行った時の PPT を、症状を治すための、薬を作るために必要な、薬草が手に入ると。これさ、調べなくない普通、こんな複数回も。どう思う？どう思う？少なくとも俺は調べなかった。結構ね、騙されるんだよね、このゲームね。一回調べて、はい、終わりじゃないんだよね。二回目があったりするから、本当にね、油断ならないんだよ。で、一応これ、合ってんだけど、間違ってる可能性もあるから、まあ一応セーブは入れといて、3265-99953、これだね。この鍵が、どうやらまあ必要な場面があると。どこだっけな、3階だっけな、よいしょ。これによって、で、あ、違う、ここじゃねえや。ごめん。これがね、例の開いてなかった A 館のところなんだよね、確か。A 館のところに開ける、違う、ここじゃねえ。ごめん、喋りながらだから、ごめんなさい。解説しながらだと。実況ならまだいいんだけど、こう解説しながらだと、ちょっとごめんなさい。二つのことが同時にできない人間なんで、ごめん。一旦 A 館に戻ります。A 館の3階に開いてなかった扉があるんで、そこに、この鍵を しに行くと。でただね、なんか2つ扉があるみたいなんだけども、1つはなんかフェイクだかなんだからしいんで、まあ片っぽ開ければいいだけと。左側だっけな、確かの扉を開けることによって、例の、薬を作るための植物が手に入ると。いやー、これは本当に気づかないわ。まさかこっからやり直すためになるとは。まあまあでもマシな方か、言うてもマシな方か。もっと下手すりゃもっと前からやり直さされるね、ちょっと可能性もあったことを考えると、まだマシな方だとかちょっと考えた方がいいのかもしれないな。よし。で、ここですね。ここに確か扉が2つあるんだけど、これ確か左選ぶんだよな。ここに吸い込まれてしまった。んなことありえるか。なんもない。何がすごいかって、それはいけないな。オッケー、日のエクサ、これだ。オッケー、これだよ、これ。オッケー、これでオッケーなはず。じゃあまあちょっとこっからはやること変わりないんで、一気にスキップといきましょう。はい、
ということで、まあ、一通りやることを終えて、あとはなんかシンジからね IC カードじゃねえなんだっけカードをもらってパスコードを入力するってとこなんですけど、なんかねロレンスの部屋出てからというものね、こいつこシンジがねカードを一向に起こさないんで、これどうなってんのかとかちょっと思ったんですけど、なんか攻略見る限りなんか部屋うろうろしてたらそのうち渡してくれるらしいんですけど、一向に渡してくれないんで、ちょっと次のやれることというか、まあ、ステップに進んでこうかなと思います。ここでまあクリアランクの分かれ目ですね、まあ、いわゆるエンドの、まあ、分岐点って感じなんですけども、ここでできることとしてなんかあれですね、脱出というよりはこっちはなんか遺産の方に、皆さん忘れてると思うんですけど、このデスゲームっていうゲームはなんか遺産を入手することもまた目的の一つに含まれてるんで、まあ、ちょっとそちらの方にベクトルを移してちょっとやっていくんですけども、ここもねまたなんかパスコードの入力っていうのが求められるらしいんだっていうので、なんかクリアランク S、 これか IC カード、ちょっと待ってね、 IC カード今まで集めてきたじゃん、このABCD って、でこれらがなんかいろいろヒントになってるみたいで、一つが薬について、これが A だね、で B がクロマントについて、 C が墨文字について、 D が休館についてっていうのがそれぞれ書いてあったと思うんですけど、 A が薬黒墨球っていう風に書いてあるらしいんだ。でそこがどういうことなんだこれどういうことなんだこれ、すごい、わけがわからない、ちょっと待って待って、どういうことだこれ、はいごめんなさい、見直したけど意味わかんねえマジでちょっとごめんなさい、攻略サイトに書いてあるんですけど、これらを紐解いていくと3627っていうなんかね数字がねちょっと出てくるらしいんだけど、それがねなんでそんなのかちょっとよくわかんないんだけど、とりあえず入力します。これ多分不正入力って言われるか、でもフラグ立ってると思うんだけどな、3627これか、この番号を作動させるためには4人全員の指紋登録が必要になります。はい、でこれが必要になるんだって、黒の鍵、どこだよ黒の鍵使うのまあこれでいいらしいんだ、とりあえずね、待ってわけわかんない、本当になんでそうなる、あやっと渡したかお前ようやくかお前押せんだよ、カードが3846、ナンバーコードで4桁、で屋根裏部屋の鍵で、ここまで入力することによって4桁コードが全て手に入るんだって。でなぜか知らないけど、1606、が「たか」になって、3926が「ら」「わ」になって、4308が「6」になって、1146が「3」になって、0217が「1」になって、3846が「4」になるんだって。これらは全て4桁コード、過去の全てのやつをあれだね、一番上から並べていくらしいんだ。で最初に入力した1606、次に入力した3926、次に入力した4308、次に入力した1146、次に入力した0217、次に入力した3846っていうのをなんか知らねえけどやっていくと、宝は6314っていう風に出てくんだってなんで意味がわかんないんだけど、なんでそうなるんだ、攻略サイトなのにさ、そこの謎解きに関してのことが全く書いてないんだよな、なんでなんだ、ごめん、ちょっとテロップに出しとくと思うけど、これちょっとマジで意味が分かんないんで、分かった人教えてくれマジで分かんない。でここでさらにまた4桁入力をすることによって、さっき言った6314か、6314で、これでまた入力するとどこかで OK の音がした、これでいいのかな、このまま3階に行くらしいです。はい、休館3階、黒の扉、黒い扉なんてあったっけ、なんか紫色っぽいのあった気がしたんだけど、わけわかめわけわかめ、3階に行っ
で、これどう見ても黒の、あどこだよ黒の扉って。どこどこっすか。いっくっそ、おめえいいとこで邪魔してくんなよ。黒の扉？一旦リセットしようか、ちょっとあいついるから。一旦ここリセットで、黒い扉とかあったっけ3階に。待って、俺の記憶がおかしい。これ青だろ、これどう見ても、どう見ても青なんですけど。これ何も言ってない、何も言ってない。完全にそのテーブルの上のものだとは思うんだけど、一応全部見とこう。手紙と小切手があるぞ。ここに到達せし者よ、そなたのすべてをたたえ、この屋敷の遺産をすべて君に譲る。やったー、なんでか知らんけどこうなったわ。4桁コードの謎解きの下りがマジでわかんない。なんか不思議な香りがしだしたぞ。ねえ、それさそれさ、いやわかるよ、医学の書。え、このこの状態よ。おーい、おーい、どう飛んだこれ。どうやって飛んだよ。小切手だけあっても出れねえじゃ意味ねえじゃねえかよ。花から取らす気ないんすか。花から取らす気ないみたいね。なんだよそれ、結局ダメなの。やること全部終えてからってことか。なるほど。まあいいや、じゃあ先に遺産うんぬは置いといて、ちょっと屋根裏部屋開けよっか。じゃあと黒の鍵は入手した。カードも入手してる。3846はやったり、屋根裏部屋は開けてあるか。じゃあちょっと遺産は置いといて、先にじゃあ屋根裏部屋行きます。え、これ小切手取れないのか、もしかして。花から渡す気ない、こんなことやっておいて、まさか渡す気がないだと。ここで一旦セーブね。でここをこれ取っていいのか。ちょっと待ってね。エミルの花入手。屋根裏部屋やること、レバーを引く、クローゼット左から調べる、はい、赤の鍵。何それ。待って待って待って、クローゼットの下りもよくわかんねえな。まあいいや、レバー引くのはまあ決定事項な。持ってくエミルの花で、ここでベッドセーブね。あれ13入ります。レバー引くじゃん。で何も入ってないって、これを横から見るんだって。棚を押す。赤の鍵577677。待ってね、使うのか。577567576326326。おい、ですぐに部屋を出ると。
でもちろん感染してるんで、医学の書で PPT 薬を作るためのものは今回はちゃんとあると。よし、 PPT 薬どこあった。じゃあ一応ね、念のため、オッケー、これでオッケーなはず。部屋から出る。でこれでさらに PC ってナンバーコードの入力、8桁コード入力、さっき入手した8桁のやつ、ちょっと一回、じゃあ一回に戻ろうか。やることが多い。うえい、ちょこいつさ、ほんとさ、こう階段のこのここね、ここにしょっちゅう出てくるんだけど、しょっちゅう出てくる。ここ何階、ここ一回ね、ちょっと応接していこうか。ねえ、なんで瞬間移動すんだお前は。なんで瞬間移動すんだおめえはよ、ずりんだよ。油断すんなよ、油断すんなよ、油断すんなよ。よし、1階に着く。セーブね。これでナンバーコード入力、8桁コード577。577 67326。おっと、なぜだ。なぜだ、何が起きた。俺レバー押してない、もしかして。ちょっと待ってね、やってなかったわ。めんどいなこれ、医学の書もはや必要ないんじゃねこれ。よし、さっきまで4階にいなかっただろお前よ、なんで当然のように出てくるんだよ。ここ、これでいいはず。ほんと死ぬゲームだなこのゲーム。マジで死ぬね。8桁577326。はがき、はがき、このはがきが何。はがきホームページにいて59791。え、5桁って何。5桁ってなんすか、どっから出てきた。まあいいや、3階黒いテーブル、小切手と遺産の証明書、これで S ランクいけんのか。いやでも一通りやるべきことはやったと思うんだけどな。 SRG 薬、 SRG 薬を作れ。何 SRG 薬って。
急になんか出てきた。これか。ちょっと一応攻略の指示には全て従っとく。何も分かってないよ、言っとくけど。言っとくけど何も分かってねえから。で、これで、また3階の小切手の部屋に行くと。え、でもさ、あそこさ、ガスに侵されるんだよね。どうすんだ、あれ。で、結局そこの紫の扉は何なんだよ。おー、くっそ。ちょっと今回遭遇率が半端じゃないな。なんか入った瞬間アウトなんだっけ。鍵穴らしき。どうすんのこれ。小切手取らない限りは多分大丈夫でしょう。大丈夫はないか、もしかしてこれ。何も入ってない。わからない、わからない、わからない。入った瞬間アウトくせえな。入った瞬間アウトくせえな。取るじゃん。これで SRG やか、もしかして。何故この状態で何をしろと。どうすんだよこれ。どうすんだよこれ。小切手諦めるか。一応攻略通りやったつもりなんだけど、多分どっかでなんか間違ってんでしょう。いや、もうそろそろ多分みんなエンド見たいと思うんで。もう目先の金よりもね、命を大事にいこうっていうスタンスでいきます。はい。なので、まあ、このままトンズラコクとしましょうか。とりあえず地下に行きます。もういいです、知ったこっちゃない。小切手なんていらない。あれ、あれ、お前何に感染してる。ちょっと待って、何に感染してる、お前。何があった、医学の章。え、特に問題はない、正常だ。なるほど、ハガキか。え、ハガキ？ん？ちょっと待って。何が悪い？何が原因だ？何が原因？地下に行っちゃダメ？ちょっと待って。待って。ハガキ入手してる？入手してない。ハガキ入手してないでいこう。ちょっと待って。地下に行っちゃあかんのかこれ。ダメくせえな。地下ダメか。え？じゃあ、ちょっと待って。じゃあ、どっから脱出すんだ？じゃあ、どっから脱出すんの？これ。エミルの花だ、エミルの花。入手してない。入手してない。この状態でいけるか。これで地下行ってダメだったら多分。やばい。何が原因だ。
これ入手してないじゃん。これ入手してないんだよね。この入手してない状態で、え？地下ってもう、ダメなの？え、もう地下ってダメなの？ダメなの地下って。なんでお前出てくんだよ！これ大事な時に。ちょっと待って、待って待って待って、違う、このデータじゃない。ちょっと待ってくれ。わかんなくなってきた。何が正解なんだ？何をして帰るのが正解なんだ？でもほんとお前マジで邪魔。ほんとマジで邪魔。クソみたいに邪魔。なんで最後の最後でこんなお前しつこいんだよ。そろそろ嫌われるぞ。いやもう嫌われてるけど俺から。一方的に。階段からさ、突如として出てくるのほんとやめてほしい。もうこの時点でアウトか。あ、いける。いけるわ。いけるわ、いける。ということは、やっぱ、あの花取っちゃあかんか。だよね、なんか使う場面ないもんね。完全に使う場面ないもんな。わかった、じゃあ、いいや。このままあれ取んないで、いや、あれ取らないわ。取らないでいって、この、いける。いや、感動。で、ここで、いつもの、いきましょう。で、秘密書を調合とか。もうこれセーブ入れちゃおう。ファイル15。これで、ちょっとこの状態で地下行けるか一回試してみるね。この状態で。多分ね、行けると思うんだよね。おそらく今の、あれが、絶対あれのせいだから、見ててみ、絶対地下行けるから。ここまではね、一緒なんだよ、だから。これで行けなかったらなんか別のイベントが発生してるってことなんで、行けるわ。いけるわ。完全にいけるわ。じゃあ今度番号入力まで行くわ。ほい。番号入力28だ。見たことない。ごめんなさい。はがき入手。はがきもダメか検証。もはやね、何が原因なのかわかんないから、多分あの植物だと思うんだけどな。あれだわー。絶対あれだ。絶対あれだ。なんで、ここファイル16にさらに分ける。甘い香りの下りがあるってことは、ここの時点で入手してない。つまり、胃酸も多分大丈夫じゃないか。ガスじゃないんだよね。ガスじゃないんだよ。ってなると、こう取るじゃん。え、不思議な香り。よし、遺産はやめよう。みんなダメだ。深追いはダメだ。深追いはダメだな。やめよう、そういうの。そういうのやめよう。赤の鍵使ってねー。あれ紫じゃなくて赤か、もしかして。ちょっと待って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 、赤の鍵使ってから行こう。赤の鍵どこだっけ。違うわ。何をふざけてんだお前。直前に赤の鍵入手してんじゃねえかよ。その選択肢ファイル2ぐらいにしとく。はい。救いなんてなかった。救いなんてなかった。でも攻略にはさ書いてあんだよね、小切手と遺産の証明書って。なんで。はもう帰ろ。もうさすがに帰ろ。もうさすがに帰ろ。もういい。やるだけのことはやった。うん。
やるだけのことはやった。帰ろう。もういい。十分。楽しんだ。スリルも味わえた。もうあとは何よりも無事に帰ることだけを考えよう。で、なんか一応なんかロレンスに会いに行くみたいな感じの書いてあるんで、ロレンスになんか文章変わるのか知らないけど、一応これでまあ出口もできたわけだし、最後に顔出しでもしていくか。これで何もイベント変わんないようだったら、もういいよ、俺らだけで帰ろうぜ。もうやれるだけのことはやったから。じゃあな。じゃあな。何も変わんないみたいだ。なんでだ、遺産入手できないの？なんで遺産入手できないの？なぜに？最後の部屋。ここなんだよね。結局さ、前回もその宝がね、何個もあって、当たりがどれなのかっていうね、結構あって、なんか1個間違ったの選んだら爆発したんだけど、ちょっとさすがに今回はクリア行きたいな。ちなみにこのゲーム、ノンミスでクリアできる人っていいのか？いないよね。多分作者さんでも無理だと思う。結構なんかランダム性とかそういうのあるから、さらに4にセーブ。はい。はい。何も言ってない、何も言ってない。だる。ここでセーブにしよっか。ここにセーブにしよう。ねえ、これさ、全部外れ説ない？いや、まだ半分もやってないから、諦めるな。ちゃんとやろう。ねえ。やばいな、このゲーム。本当にやばいね。これは？あ、来た！黒くて小さな鍵。それ遺産の、あれじゃね？これ手に入れたってことは、自動ロック、日本から待てやいいの。まあ一応これでも進んでるから、2分間待ちましょうか。じゃあ、え、2分待つんだっけ？ちょっと待って。あれ、違う、2分待つじゃない。あれ、なんで、2分後にバカされる。え、どうすりゃいいのこれ。でも鍵違うね、オートロックだから多分2分間待ちゃいいんだよね、普通にね。待とう。何を喋ろうか。そうだね、じゃあちょっとここまでの感想でも言っとこうか。エンディングだし、エンディングじゃないけど、そうね、結構やっぱ長時間やってきて、まあ、今も現在進行形でプレイ時間進んでますけども、まあ、何よりもやっぱ感じたことはこの難しさだよね、このゲーム。やっぱ結構、まあ、最初に言った通り、このゲーム、まあ、初見ではないにしろ、まあ、ほぼ初見の状態でやって、まあ、いつだったか忘れたけど、最後にプレイしたのが、それからかなり経って今回やってみましたけども、やっぱこのゲームの難しさむずいよね、普通にね。むずくない、このゲーム。無理だよこれ。俺が攻略を参考にするってよっぽどのことだからね。っていうんで、まあ一応、まあ結構、これ大丈夫か？ 2 分経ったらバカすんだよね。
え、2分経ったら爆発するって言ってたよね。え、お前が来んのかーい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 。逃げ切れる、これいけるか。あ、すべてが無駄になったよ。自動で開く、これさ、俺気づいちゃった。これであいつ入ってこれなくなるこれでおお、入ってこれるもんなら入ってみろよ。え、あれ、これだったよね俺。あれ、おかしいな。あれ、ちょっと待って、外れ、入ってない。あ、来た、オッケー、よし、待とう、この状態で。バーカバーカ、ちょ待って、え、でもさでもこれ冷静に考えたらさ、これ冷静に考えたらさ、ちょっとみんな冷静に考えたら、これさ、俺出れなくね。あ、勝った勝った勝った、じゃあな。なんでお前は出れんだよ、おいおい、おかしいだろうがよ、おい。で、どたらくんでしたっけ。待とっか、待とう。さっきの俺のトークは全て無駄になった全て無駄になった。で、多分開く音するよね。よし、で、ここでおそらく脱出しないで多分遺産取りに行けるでしょ、これ多分行けるでしょ、これ多分遺産のあれだろう。いや、だってそれしかなくない？赤の鍵がダメだったってことは、もうあそこの扉開ける鍵はこれしかないよ。3階まで急ごう。くっそ、最後の最後までこいつ邪魔してきやがるな。いい相手になってやるよ。分けよっか、さすがにこう分けた方がいい。ファイル6、いきます、取れ、逃げろ。で、症状チェック症状チェック、正常、 OK、 出る。これで脱出だろう、これで脱出だろ、さすがにこれはさすがに脱出できた、これは勝った、フラグじゃないよ、これもう勝者の余裕だよ、これはさすがに勝った。だってもう遺産も手に入ったもん、完全にこっちの勝利だよ。よし、そんな罠に俺が引っかかるとでも。これどうすんのこれどうすんの、待て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 、それは聞いてない、それは聞いてない。ここでロレンスか、ここでロレンスか、そうだね、多分ここでロレンスだね。おい、ちょっと邪魔がいるんだけど、どうにかして。
そう。え？いや、俺のものなんだけど。いや、違う。俺のプリングです。いや、もう、みんなで脱出してさ、もう山分けしようぜ。それでいいよ、もう。あんな化け物ほっとけよ。もう決心しました。せめて選択肢ぐらい出せよ。極悪非道の道をね、歩んでやろうと思ったのに。ふざけんじゃねえよ。すげえあっさりしてるわ。もうさすがに出させてくれるよね。なんかこのゲームさ、まだやることあるだろっていう時はだいたい進行方向からこのクロマントが邪魔をしていくんで、ね、すごくわかりやすいんだけど、さすがにいなくなったよね。あ、いなくなった、いなくなった。よし、じゃあみんな脱出だ。ようやっとこのデスゲームとも終わりだ。出口の間、出よう。よし、やっと出られたな。うん、長かったよ。いや、もうほっとけ。もう遺産も全部譲ったから。きっとうまくいくさ。絶対に治せない症状なんてこの世にあると証明できる人間なんているわけないんだから、きっと道はあるはずだ。そうだ、俺たちが協力してこの屋敷を脱出できたこと自体奇跡に近いんだ。攻略がっつり見ましたけど、ロレンスさんにだって奇跡は訪れるさ。そうだね、きっとうまくいく。私はそう信じることにするわ。そうだな、すべて前向きに捉えることにしよう。さっさとそうと決まれば次は何するかだな。懲りてないね。まあ、これ乗り越えられたらもはや何経験しても怖くないと思うけどね。散々な夏休みだったな。これで帰ってさ、最後のさ、遺産が置いてあった部屋のさ、あれがまだ体に残っててみんな死ぬみたいな、ないか。さすがに。クリアランク S、 ホームページにて番号68352。何なんだろうなこれな。結局ちょっと後でホームページ行ってやってみるわ。まあこればっかりはね、ちょっとまあ皆さんにお見せしないというか、まあクリアできた人の特権だからね。って言ってもこれ動画で晒しちゃったから、多分番号だけ入力しに行けばみんな見れるんだけどね。なんかもう一個さ、ハガキの本にも書いてあったんだよね、番号が。ちょっとそれ後で個人的に入力しに行ってきますわ。はい。まあどうしても気になる方は動画参考にして自分で行ってみてください。まあ番号は晒されてんで、ホームページに行くだけで全然 OK なんだけど。ということでね、はい、まあようやくちゃんとした意味で、出口から脱出ができたと。いやー、もうさっきも言ったけどさ、難しいんだよこのゲーム。本当に最後の最後まで気が抜けない。難易度がね本当に高い。特にあれだね、本当に休館入った時に弥生ちゃんと拓也が言ってたけども、本当に休館が危険だらけというか、罠と本当じゃあ罠しかなかった。むしろマジでちょっとね、休館に入ってからの難易度の上がり方が異常だったんだけども、まあでもやっぱ全体通して思ったの、本当に面白いですね。やっぱね、難易度が高いとやっぱそれだけ燃えるというか、やっぱやる気は上がってくるんで、まあ、すごく大変ではあるんだけども、まあこうしてね、攻略見ながらではあるんですけども、一応 S ランク、 S ルートなんていうのこれ、うん、ルート S、 はいね、迎えられたんで、まあとりあえずよしとしましょうか。はい。でまあそうね、まあちょっと次回以降の話しようかなと思ったんだけど、まあちょっと現時点で次回やるゲームっていうのが、ま、全くね何にも決まってない状態なんで、またね何かしらゲームを見っけてくからっていう話になるんですけど、ちょっとねここ最近本当に収録できる、時間が本当ビビたるものでして、本当に次動画上がるっていうか、このシリーズ
もの、単発じゃなくて、まあ、何パートも続けて、やる、まあ、シリーズものの実況が、まあ、上がるのかね、ちょっと本当に、次いつになるかわからないんで、なんかの動画でも言ったと思うんですけど、もしかしたら、過去動画、今まで収録した過去動画を、まあ、上げて、なんか、茶を濁すというか、まあ、間をつなぐっていうことになるかなとは思うんですけども、まあ、もし、いい感じのゲームね、見つけて、まあ、時間がもしあれば、また、新たなゲーム実況して、動画シリーズ上げていくつもりなんで、まあ、現時点では未定っていう感じですかねっていう感じで、いろいろ喋ってんだけど、未だにエンディングが終わる、様子、あれがないんだけどな。結構喋ったぞ、喋りたいこと。いつ終わるの、これ。もうエンドロールなんだからさ、もう上から下にバーって流す感じでいいじゃん。なんでこれ一個一個紹介するの、めんどくせえんだよ。いつ終わんのこれ。まあいいや。はい、喋りたいこと喋ったんで、ちょっと終わるまで黙ります。あ、終わった。Thank you for your playing. エンド。っていうことで、まあ長くなりましたがデスゲーム実況でした。お疲れ。